プルプル、サラリーメタリンの世界一当たらない、ドリカム予想わーともとも、サラリーメタリンでございます。本日、こちらの動画では、2月25日開催、阪急杯、中山記念の予想。ショート動画では、2月24日開催、スミレステークスの予想も上げています。そちらもよろしく。それでは早速、日曜重賞の予想、行ってみたいと思います。3, 2, 1。まずは阪急杯の予想、行ってみたいと思います。前走ローテクラス別を見ると G3 以下がよく見えますが、母数が多いので必ずしもとは言えないところでしょう。 G1、G2 からならマイルチャンピオンシップか阪神カップあたりか。 G3 は京都金杯が狙い目となりそうです。またリステッドオープンからの馬はやはり前走1着までないと厳しいと言えるでしょう。ということで本命に挙げるのは1番ウィン・マーベルです。前走阪神カップ1着で阪神コースはもう大丈夫そう。重馬場での勝利実績もあるので日曜日問題はないと思います。紐に挙げるのはこちらの4頭4番ルブリュフォール、7番スマートクラージュ、9番サトノレーブ、16番アサカラッキング、こちらの4頭に流してみたいと思います。続いて中山記念の予想、行ってみたいと思います。前走 G1 か G3 のどちらかと見ていいでしょう。前走 G1 からですとマイルチャンピオンシップを中心とした中距離路線からと言え、中距離路線からがいいでしょう。 G3 路線は中山京都の両金牌が王道ローテと見ていいでしょう。あと1点注意したいのがこちら、逃げて先行した馬の台頭です。こちら毎年2番手以内の追走の馬が必ず絡んでおり、今年は雨による重馬の想定、注意した方がいいと思います。ということで本命に挙げるのは9番エルトンバローズです。前走マイルチャンピオンシップ4番人気4着、まず手堅いのはこの馬と言えるでしょう。紐にはこちらの4頭2番ソーバリアンス、3番ソウルオリエンス、5番シーグアナス、13番マイネルクリソーダ、こちらの4頭に流しで行ってみたいと思います。というわけで今週日曜日はこちらの副賞ワイドトータル2000円が私の勝負馬券です。参考にしてみてください。チャンネル登録、高評価、通知のオンもお願いします。コメント、概要欄、 X のフォローもいただけると嬉しいです。ではでは。今週のクイズはこちら、動画最後までいただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知のオンもお願いします。概要欄の X のフォロー、コメントもいただけると嬉しいです。クイズの答えは明日のショート動画で、そちらもお楽しみに。ではでは、また来週。